2025年の大阪・関西万博で来場者の駐車場として利用される尼崎市の埋め立て地を今日斉藤知事が視察しました。斉藤知事が訪れたのは尼崎市の埋め立て地フェニックス事業用地で、県の港湾担当部局から説明を受けながら視察して回りました。2025年4月から10月にかけ大阪の夢洲で開かれる大阪・関西万博はおよそ2820万人の来場を見込んでいて、自家用車での来場は会場外の駐車場でバスに乗り換えるパーク&ライド方式を採用します。この埋め立て地は兵庫県内で唯一の会場外駐車場となる予定で、およそ10万平方メートルの土地に2000台から3000台の車を収容する見込みです。パーク&ライドで来ていただいた方に兵庫県の魅力とか、そういうものを発信できるのかっていうところも一つのポイントかなと思いました。このほか知事は尼崎市の稲村市長から臨海部で環境保護を進めている地区について説明を受け、万博では尼崎の魅力も発信したいと意気込んでいました。